で、それで、次の問題はですね、まず今言ったようにネットの資金需要の、こういう新しい考え方ですね、経済の主要都市見るときに、この民間と政府部門のお金の使い方がどうなったのかという話を今言ったんですが、もう一つ大きな問題がですね、今、円安ということが盛んに言われてますよね。今、今日いくらぐらい、138、8円、99円。円ぐらいいったんですかね。で、これで円安になってきたと。で、円安になると、当然、食料とか、エネルギーとか、資源とか、輸入してきてるものは、この円安で、高くなって、コストが高くなるんですよね。コストが増えてしまうと。で、物価が上昇してくると。で、物価上昇を、もともとアベノミクスでは2%という形でですね、言ってたんだけども、それぐらいなってるんじゃないと。ね、だからもう、アベノミクスは、もう、すでに、金融緩和などをせずにですね、金融引き締めしないと。というのは、この原因の一つがですね、日米金利差が開いてきたと。で、アメリカの方が、このインフレ抑制するために金利を、これ上げていくと。で、ただでさえアメリカの金利は高かったんですけど、もっとその差が出てきたんで、そうすると、日本の円を売ってドルを買ってる方がですね、金利つくからいいじゃない。というので、円を売って金、ドルが買われると。ということで、どんどん円安に行っちゃうと、今度あの経済も日本も、そもそももうデフレからインフレになってるんだから、引き締めしてもいいじゃないかと。こんな理屈だと思うんですけれども、これはちょっと違いますよね。違います。今、企業の支出が足らない、ほぼイコール投資が足らないわけですから、円安は国内投資にはポジティブですから、今の円安は決してネガティブではないと思います。11ページ目の右側、ご覧いただきたいんですが、11ページの右側に、民間設備投資の GDP の比率というのがあります。GDP の中に設備投資がありますが、この設備投資が GDP に対して何パーセントぐらい占めるのかという割合を示すもので、設備投資の強弱、サイクルを表します。バブルが崩壊して4回ぐらい循環をしてるんですけれども、面白いのは、なぜか毎回17%ぐらいのところに行くと天井に頭をぶつけて落っこっちゃうということを繰り返しているということになります。今も回復過程にこれから入ると思いますが、重要なのは、やはりこの17を突き抜けて上に上がると、やはり今までとは設備投資のレンジ、サイクルのレンジが変わった、上振れた、イコール企業の将来に対する期待成長率、期待収益率が上振れたということになるので、日本経済は20年内の転換点に来るということです。ということは、17より下にあるということは、まだ需要が不足しているという状況ですので、企業の投資を促進するために、円安はポジティブだと思います。相田さんはバブルの時は学生。中学中学生生ですか。小学生、高学年か中学生でした。で、我々、もうしっかり社会人でしたけれどもね、それは今から考えるとバブルの時はですよ。いや、本当にバブルだったんだけど、景気はむちゃくちゃ良かったですよね。とにかく人手不足だし、で、給料も、新入社員の給料の方が、その何年か勤めてる社員よりも高いと。それぐらい高いお金出さないと、雇えなかったと。で、それで、そういう形でこれから日本はどんどん良くなるというので、もうとにかく、中小企業も大企業もものすごく投資をしてましてね。で、本当に景気良かった。しかしバブルだったと。で、バブルだったから、そこで、もう超過投資をしてしまって、これをもう全部廃棄で、それで、もうそのお金で借りたやつはですね、もうこれはもう全部返せないませんから、不良債権処理するというね、もう逆の清算する形にどん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 となってきたのが、このバブルの後のこれですね。ここからドカーンとこう投資が下がっちゃったということなんですけれども、バブルの時は、中学生ぐらいだったかしませんが、今から考えると、相田さんはどういう印象ですか？やはり実家が木材商で材木屋ですので、やはりバブルの時には、やはりみんな金払いが良くて、バランスシートも大きいですから、やはり住宅がブームになったり、
まあ、相当相田さんに見えて、はい、あの 材木どうにか。そうですね、家業が材木屋 で、お父さんピッチャーじゃないですか。いや、ヤクルトの選手でしたけれども、引退した後は家業を継いでました。そうなんですか、はい、で私は長男ですけれども、家業は次男が継いでます。あ、そうですか、はい。あの、実はヤクルトの相田選手の息子さんで、本人も野球されてたんですよね。そうですね、私は、高校1年生ぐらいまでやってましたけど、怪我しましたね。サブマリン投法かなんか。はい、で、あの、その相田さんのお父さんのことを安倍さんがファンでしてね。あの、安倍さんはヤクルトファンで。そうですね。驚きましたね。そうそう。まあ、ちょっとすいません。いらん話したんですけど。あ、そうですか。やっぱりその時は、ものすごく良かったですね、はい。そうですね。お金周りは良かったですね。はい、今どうなってます財務さん、今はまたあの、住宅はリフォームですとか、まあ、やはりそういう部分がありますので。なるほど。はい。まあ、形を変えながら、まあ、家業は、なんとか続いている状況です。なるほど。それで、要するに、まあ、円安問題を利用しているんですが、今ここでもしね、だから、あの、アベノミクスはもうやめて、例えば、要するに黒田総裁が来年でね、任期が終わりますけれども、これやめて日銀はもっとね、金融緩和から、引き締めの方に戻るべきだという人がいますけど、これいうことをやっちゃうとどういうことになりますかね。はい、これは間違いでして、4ページ目の右側が、はい、日銀短観の中にあります、はい、中小企業の貸し出し態度 DI という統計になります、はい。この統計は日本のこの信用サイクル、はい、信用が拡大できるか縮小できる環境なのかを示す指数ですけれども、はいはいはい、この DI が上に行くと、中小企業も貸し出し態度が緩くて、いつでも資金調達ができるという安心感が生まれて、当然信用サイクルの上振れとともに事業が拡大しますから、雇用が拡大するなどして、まあ景気は支えられます。今回コロナ後景気後退しましたけれども、これまでとの景気後退の違いは、この信用サイクルが防衛されていることです。日銀、政府のとても強い経済政策で信用サイクルが支えられているから、こういうコロナの状況でも経済マーケットが損われずに済んでいるということになります。しかし今もし利上げを日銀がしてしまった場合何が起こるかと言いますと、確かに円安は止まるかもしれませんけれども、この信用サイクルが過去の景気後退のように一気に腰折れていって、そうすると企業は一気にリストラ、債務返済、ディレバレッジモードに入ってきますので、経済マーケットが損われるリスクが生まれると思います。なるほどね。だから、あの、くれぐれも、その間違った判断をされるとですね、まあ、黒田さんがおられる間はね、まあ間違いないんですけど、まあ新聞なんかでもね、盛んに、今度た、例えば高田さんが、その日銀の審議になられたんですけど、あの方は国際暴落とかね、書かれて、で、それで、要するに、金融緩和からですね、引き締めの方に回るんじゃないかと盛んに書いてるんですが、あの人、あの、あれですね、岡さんの人なんですよね。はい、岡さん証券ですけれども、岡さん証券でレポートを出しているのを、見ますと、経済が良い状況に保つべきだ。企業の投資を活性化するには、まあ、高圧経済という政策によって景気が良い状況を、しばらく続けるべきだという論調を持っている方なので、金融政策に関しては急に引き締めろという論調ではないとは私は思います。 ないですよね、はい、で実際問題ね、あの実は高田はじめさんも、この財政政策検討本部に来ていただいて、これはあの財務省が推薦する講師で来ていただいたんですよね。で、あの時は誰とされたのかな、田内さんと。あ、田内さんとやられたんだね。はい、で、田内さんはお金の人に、向こうに人がいるという話でされたんですけども、で、要するに、ただ、高田さんも実際問題、国際暴落というね、本書いてるけれども、あの、しないと言ってるんですよね、はい、実は。そうですね、はい。でじゃあなんでそんな名前の本出すんだって言うんだけど、まあ、そういう題名つけるかどうかは、出版社ですからね。出版社が何書いたら売れるかということで、暴落と、ハテナと方程式をうまく入れといて、いや、まあ、しませんという話になっていたと思うんですけれどもね。まあ、とにかく、未だにまだですね、日本の中では、金融を、引き締めなきゃならないと思ってる人が一番、ものすごく多いのも事実です。で、これなんでですね、そういう人が多いのかと、言うとですね、これがですね、次に言う、ワニの口の話なんですよ。
で要するに、お金をどんどんね、その引き締めないと、つまり、国債をどん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 出し過ぎていったら国債残高が増えていっちゃうと。で国債残高が増えていくと当然のことながら、その分はいつか返さなきゃならないんだから、ね、どうするんだと。で万億の代に、国債の残高をそんだけ引き継がしていいのかと。で そしてしかも今は金利がですね、引き締め緩和してるから金利低いと、まあ、ほとんど金利つかないようなね、やつですからいいけれども、いずれこの金利もですね上がるだろうと。そうすると1000兆円に金利が 1% 上がったら10兆円ですからね。でそんなことするととんでもないことになると。だからこのワニの口、つまり税収と、負債のこの乖離ですよね。でこれを、何とかしなくちゃならんというのはですね、もうやめられましたけれども、矢野さんですよね、矢野事務次官なんか本当にもうワニの口がいて大変だということを言ってたんですが、実はこれもですね、相田さんが明確な答えを出してるんですね。ワニの口が開いたという以前にワニそのものが存在してなかったんじゃないかという話なんですよね。はい、はい。